はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルエプネシのピヨトです。さあ今回も、こちらのなんだっけ名前ネタバレが激しすぎる RPG 最後の敵の正体は勇者の父やっていきたいと思います。はい、ということで前回は名前がユ・ウジンナシというね、魔王城に挑む直前にユ・ウジンナシが、仲間になった。仲間になったといってもサポート要員的な感じで後ろについてきたり、パーティーの能力が見れるわけではない状態ということらしいです。はい、ということで今回も始めていきましょう。そろそろ魔王城に到達してくるんじゃないっていう気がします。はい、ということでやっていきましょう。こちらの動画は2024年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。それではスタート。さあもう魔王城しかないね。現在のステータスがねこんな感じで24レベル。まあ倒せるときは全員倒してきたし、まあいい感じのことも現在できてんじゃないかな。精神統一って何？ TP30 上昇、そして HP と MP を小回復し、攻撃と防御再強くね？強くね？ハロルドはまあそんなにか。マーシャは、いやーマーシャがやっぱ一番強えな。魔力上昇 MP70 回復。おー、さあということでやっていきましょう。おっと、これはラストダンジョン？ダンジョンだこれ。ちょっと行きましょう、人玉的なやつ。あ、買わせた。復活の薬いっぱいあるんだよな。行きます。魔王の四年隊。なんだ、もうボス戦だと思い込んでた。ちょっとここでレベルも全部上げておきましょうか。ファイアブレイクはもう無理でしょ。攻撃、まず今は通常の攻撃がどれぐらい入るかを試してみましょう。ういういうい、通常攻撃じゃ倒せないくらい。ダメージはそこそこ。攻撃、精神統一も確かに優秀だよね。5使うのか。でも TP を、うん、違うわこれ。魔法か、魔法でこれは強っ。で、魔法で、待って、これをやるんだったらハロルドは魔王の四年隊 B を攻撃して、テレーズが精神統一で、アイスブラスト、アイスブラスト、オッケーオッケー。さあ的外れ。めちゃくちゃ強くないこれ。 TP は上がるわ、 TP は上がるわ。その他もやばいわで、ね、ナイス勝利。3098。ハルド賢者ノッチ必殺剣覚えた。さあホーリー、全回復できるってのはありがたいね。あ、てかあれなんだ、ファイル何個まであんの。いっぱいあるわ。よっ、復活の薬。敵ってさ、マップの移動で復活したりするのかね。ダブル必殺の剣って何。あ、これか、必殺剣。相手に大ダメージを与え、相手の能力を5ターンの間ダウンさせる。精神統一、魔法、はーい。相手に光属性大ダメージを与える。100打ってみようか。はーい、うわー強え。剣道チーム強っ。強いけど100使うっていうのが、大ダウンしてからだな。必殺剣ホーリーの順が良さそうだね。 OKレベル上げのみになりそうか。これは他のアイテム的なものもないし、 あるわ。よいしょ、伝説。え、
勇者の剣と伝説の剣。おお、強っ。テレーゼにさ、勇者の剣いけない？あ、いけるわ。あー、なるほど。勇者の剣だと攻撃、物理攻撃力下がっちゃうんだ。まあでも完全上位互換だね、両方ともにとって。マーシャ、魔導士の杖、あ、そもそも装備ができない。物理、魔法攻撃力こいつにいらないもんな。こうしておきましょうか。魔王の間はいけないし、エリクサーいっぱいあるんだわな。もう戦いましょう。おお、いっぱいいる。魔法の気力解放、精神統一で、アイスブラストかな。相手全体に攻撃を与えるのはアイスブラストしかないから、アイスブラスト、ドドドン。さあ、精神統一。サンダーブレイク効かないね。ファイアブレイク効かないね。ダブルアタック、さすが。普通に攻撃し始めるとやべえなこいつ。で、スキル、必殺剣、どれぐらいのダメージが出るかちょっと見てみたいんですわ。スキル、風雷撃、魔法アイスブラスト、アイスブラスト、はい、ドン、はい、ドン、必殺剣。うわ、強っ、強っ。魔法薬、ハルド賢者の血がレベル上がる。ハイパー、テレーゼがハイパーヒール、テレーゼがヒール手段を覚えたわ。大賢者の杖、いや、いや、もうやろうかこれは。いやー、気になるな。ここつけたら味方強化してるようで敵強化してそうで怖いんだよな。ただまあめちゃくちゃ強くはなってよ。さあ、気力解放、風雷撃、アイスブラスト、アイスブラスト、強い、気力解放、風雷撃、あ、強っ。このパターンで終えられるっていうのは強いな。気力解放、風雷撃、アイスブラスト、アイスブラスト、はい、風雷撃で、あ、耐えた、大丈夫、よいしょ、これで終わり。強くなってんな、確実に。もう敵は残ってない？あっち側にはエリクサーがあって、こっち側には大賢者の杖があって、テレーゼに対応するものだけが何もないけど、まあしょうがないか。これ仲間欄のところの一番上にさ、ルキウス・スグシュニオンがいるの面白い。いやー、まあ笑うってんじゃないのはわかるんだけどさ、なんかいるのがね。もうちょいだけ探索したいんだけど、もう多分何もないよね。何か見落としがないかって思っちゃうんだよな。バクダーンのブレスレットとかあるし、あいつをなんとか変えたいんだけど外せないんだよ。外せ外せな、流行のものくらいで。絶対ここ登ると魔王が出てくるでしょ、勇者の地位置が。つまりはここの部分はちょっと一旦置いとくべきだね。ちょっと家の鍵を閉めたかわからないような感じので心配になる人なんでね、何度も何度もセーブしますが、そんな感じです。はい、一旦じゃあとりあえず敵相当したことで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあちょっとラスボスまで、なんかこの城に突入したらラスボスかって思ってた点もあって表紙は抜けましたが、まあなんとか勝っていきたいね次のやつ、多分そうでしょ。はい、頑張ります。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。